んにちは。スミレポケットのスミレ。なんか名前が新しくなってないですか、ね、どんどんいろんな肩書き増えていくの。進化中だからね。デジタルは進化中だから。ということでスミレさん、はい、スミレポケットさん、ポケットがついてますね。今日はどんな宝物が出てくるでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。今日のブックコンシェルジュは、はい、今ズーランドのお話もありましたけど、今回はワンちゃんの本を持ってまいりました。プードルだね。そうなんです、はい、ね、ズーランドでもねよくワンちゃんの話が出てるんですけど、はい、そうですね、ワンちゃんの言葉が聞こえたらいいですよね、うん、ね、なんとなくっていうのが、うん、これあの童話の中で、うん、ワンちゃんの心の声とか感じてる言葉だとかっていうのが書いてあるんですね。でこれ実はトイプードルなんですけど警察犬なんですね。はい、こんなちっちゃな警察犬の話です。聞いたことあります？珍しい、あのニュースになりましたよね。そうなんですよ、うん、そのニュースで出てきた子たちのお話なんですね。そうなんだ、本当にこんな顔してるの？そうなんです、かわいいんですよ。でこれがねトイプードル犬カリンとフーガっていう本なんですけど、ここにもなんかこう人間との関係もあるけど、うん、このワンちゃんの心の声とか葛藤とかもいっぱい書いてあるんですね。でこれは日本初で鳥取県警で、うん、トイプードルが採用されたんですね。警察犬として。そうなんですよ。これこのね童話のシリーズがとてもよくって、これあの生き生き命の生き生きシリーズってことで、ワンちゃんの本だけじゃなくって、あの子供も大人も楽しんで読んでもらえる本、で中の漢字には全部振り仮名が振ってあるので、お子さんと一緒に読むのにもぴったりですね。はい、たくさん種類がありますね。今ねちょっと見たら。そうですね、そうなんですよ。この本は、まあ、今回はねあのトイプードル犬のお話を持ってきたんですけど、なんかこう動物と人間の関係を例えて書いてあるんですけど、うん、人間のことにもとっても共通するお話がいっぱい載ってます。あ、本当だ、大きい字だ。あ、本当だ、ね、ね、読みやすいです、ね、でどうしても警察犬っていうとねシェパードみたいな凛々しいワンちゃんっていう感じがするんですけど、あのちっちゃいワンちゃんはちっちゃいワンちゃんなりに、あの匂い嗅覚とか、あと細かいところをこう足の足跡を追ってったりとか、そういうところでも活躍してるんですね。ただこのカリンとフーガって女の子なんですけど、この子たちは最初から警察犬になるために育てたわけでは全くなくて、あ、家庭犬ですか。そうなんです。それであのちょっとしつけ教室に行こうかなっていうことで、あの通っていたらそこの学校の先生が、もしかしたらこの子たち優秀だから警察犬になれるかもしれないから今年の大会出てみないって言ったところからスタートしたんだ。スタートしたんです。すごいね、サクセスストーリーだ。そうなんです。でね、この訓練士の話がまたとってもよくって、あの私これ読んでてすごいなと思ったのが、ワンちゃんの性格をやっぱり訓練士さん判断していて、あのちょっぴり臆病なカリンちゃんのことを慎重な性格の子っていうふうに言ったり、やんちゃなフーガのことを活発な子って言って上手にこう立てて育てていくっていうワンちゃんの話で、であのワンちゃんの話ですけど人間のコミュニケーションにもすごく役立っているし、ただ最後に訓練士さんからの一言で、このワンちゃんが出動しないことが本当は一番そうですね、いいんだけどっていう言葉で締めてあるんですけど、だから読みながらこう気持ちもほんわかしたり、だからしつけのことだけじゃなくて警察犬の働き方とか、あと人間と犬との関係とか、じゃあ犬はどういうふうにこう誇らしく思ってるかとか臆病に思ってるかっていう心の声も書いてあるので、とってもなんかほんわかした気分で読める本になっています。なるほど、はい、素敵ですね、はい、なかなかあの触れることがないもんね警察犬って。そうなんですよね、生活の中にあんまりね出てこないから。そうなんです。なんかシェパードとかねたまに見るけど、なんかちょっとこう近寄りがたかったりするっていう、そうですね、ね、
たまにね、ちょっとそんなお仕事の内容とかも書いてあります、書いてあります。でこの子たちやっぱりなんか誇らしげなので、こうやってユニフォーム着てなんか凛々しく机の上でこう記者会見とか座ってあれただ盲導犬がほらハーネスつけるとお仕事ってなるのと、お洋服着たらお仕事ってなるの、そうでこの中で2人で励まし合ったりとか頑張ろうとかなんか言ってたり、先輩犬からの言葉を聞きながらとか、もう心の声がいっぱい入ってます。あ、面白そう、ね、ぜひぜひ、すごく面白いものなので、ね、ご覧いただきたいと思います。ぜひ見ていただければと思います、ね、トイプードル警察犬カリンとフーガ、はい、はい、今週も素敵なご本をありがとうございました。はい、また次回お楽しみに、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。奥が深いんだよ、手届かないのに、はい、ありがとうございます。トイプードルが警察犬って面白いね。うん、なんかあれだよね、トイプードルだけじゃなくて他にもいるんだよね、他だけ違う、ちゃんがそのうち出てくる、ありそうそう、何のおまわりかっていう感じ、リアルにね、本当だ、後半にさ、みんな犬がいたらいいね、そうですね、本当にね、かわいい、はい、シンボルね。